サトル、幸せになりな。また何？人には自分だけの幸せの形がある。それを信じて貫きな。僕が恋をしたのは携帯を持たない人だった。こんにちは。こんにちは。会えたりできますか？また。何もなければ来週も同じくらいの時間にあのお店にいます。もしもし、聞こえますか？面白いかもな、時代に逆らったアナログな付き合い方。今夜も本当に楽しかった。幸せになりな。結婚したいと思ってる。来週、みゆきさんにちゃんとお話ししたいことがあります。私もお話ししたいことがあります。なのに、彼女は突然姿を消した。ただその手を握っていた。そして君と生きていきたい。くそろ。あんな水嶋さんの顔見てたら、いても立ってもいられませんでした。お前さ、彼女の何を知ってる？約束してほしいの、忘れるって。時を経て明かされる真実とは。どんなみゆきさんでも、みゆきさんに会いたいんです。君だけ。アナログ。